4万円分の価値があるのかっていうことなんですが、まずはね、一つ目っていうのがこちらですね。アメリカのノースフェイスを購入させていただきました。はい、本日はですね、こちら2024年新春福袋をご紹介していきたいなと思います。こちらノースフェイスの福袋が4点入ってるわけなんですけども、こちらにもある通り、アウターとか帽子とか T シャツとかバッグとか入ってるということで、4万円で購入させていただきました。4万円分の価値があるのかっていうことなんですが、皆さんいつも言ってる通り、僕は福袋撲滅委員会の理事をしてるってことなんで、できるだけ福袋の被害者を減らしていこうの会の代表もさせていただいております。だから福袋買おうかなと迷ってると、やけど実際いつも買ってみたら、買うまでは楽しいんやけど、開けてしまうと全然楽しくない。うわこれやっぱ買わんかったらよかったな、4万円も出すんやったら違うの買っとったらよかったなって思う方も非常に多いかなと思いますので、ブランドが好きっていう人はね、多分買って当たりになると思うんですけど、いい服が欲しい、かっこいいものが欲しい、いい機能のが欲しいってなってきたら、絶対福袋はやめてくださいというところでお伝えしておきたいなと思います。では開けていきましょう。ズドンということで、4点、何が入ってるかっていうのは一応前もって分かってるんですけど、カラーは分かりません。まずはね、一つ目っていうのがこちらですね、これはハットかな、帽子が入ってますね。そして次にこっち T シャツ、そしてリュック、そしてアウターという順番で、まずはね、帽子から見ていきたいなと思います。で、今回購入したのがね、アメリカのノースフェイスを購入させていただきました。これはね、なんかどうやら畳んでいくと、こっちの画像にもある通り、なんかちっちゃいバッグみたいになるみたいなんですね。僕こういうのが絶望的に似合わへんってことなんで、これは合ってますでしょうか皆様、これ虫捕り少年になってますか、ムツゴロ状態になってると思うんですけども、このままムツゴロ系 YouTuber としてやっていきたいなと思います。次はね、 T シャツいきたいなと思いますけども、 T シャツこちらズドン、どうでしょうか。ブラックでノースフェイスって書いてますけども、なんか今年ちょっとまだマシかもしれません。この今回買ったのはそこまで悪くなさそう。ちょっと一回着てみましょうか。はい、とまあいかがでしょうか。まあ、僕あんまりこういうロゴのやつ着ないですけども、こういうロゴがね、好きな方はいいんちゃいますかね。一応これが M サイズかな、日本サイズでいうところの L なんですけど、海外サイズで言ったら M になってますね。そして次がこのリュックですね。これも僕持ったことないけど、よく街中で見ますよね、このタイプのリュック、ボックス型のやつ。ちょっと一回背負ってみましょうか、どんな感じでしょうか。これでキャップかぶったら完全虫捕り少年やないかいっていうことなんですけども、いかがでしょうか。これに皆さん4万払いますか。これが合ってるのか正解なのか、ちょっとよくに僕には分かってないんですけども、どうしてもこの虫捕りスタイルになりたいと、夏の少年時代を思い出したいっていう方はね、このセットいいんじゃないかなと。で、最後はですね、アウターになってるんですけども、アウターはねどんな感じなのかと申しますと、これもなんかリバーシブルのアウターみたいなんですね。これはですね、なんと僕大好きダウンが使われているということで、ダウンの700フィルパーのダウンが使われているということなんで、やはり海外モデル、 US モデルでしょうね。で、これがね今回リバーシブルやから、まずはこのダウンのステッチがある方もあれば、ひっくり返してあげるとこっちのスタイルでも着ることができるよと。まあ、ただこの幼稚園スタイルはやっとかないとダメですけどね。この幼稚園スタイルで税込み、4万円でしたということで、この4万円が安いか高いかっていうのは人によってちょっと違うと思います。いや、これに4万か、俺ちょっとかけへんなっていう人もいてるやろうし、この格好がね、非常にダサい、非常にかっこ悪いっていう人もいてるやろうし、いや、これ買うぐらいやったら俺ヌプシ買うわと。ヌプシも多分4万円あったらお釣りくるぐらいなんで、もうヌプシ買った方が当たりやんと思ったりするんですけども、まあ、福袋ってこういうもんやから、ほんまに服なくて困ってるっていう状態の時やったら助かりますよね。4点も1、2、3、4点もね、あるから、まあ、この帽子は使わへんとしても、まあ、これはこれでね、服装としていかがですか。ちょっと僕はあんま似合ってないかな、申し訳ないんですけども。で、まあ、これはね、セットで使えって言ってるわけじゃないから、まあ、これリュックはリュックで単体に、例えばお子さんにあげるとかね。で、これ、まあ、アウターはアウターで、まあ、単体でちょっと作業着として着ておこうかなとかね。で、あ、よく見たらね、これついてますわ。ジップ&ジップシステム。だから、これノースウェイスのマウンテンジャケットと多分合体するんちゃうかな。おそらくなんですけど、ファスナーとかの規格が一緒やであれば、別に合体するはずなんですよね。皆さん、やっぱりですね、繋がりました。ファスナーとかもこれしっかり繋がってるんやけど、上のとこは繋がってません。上はもうここで終わっちゃってんのに、中のインナーはあったりするんですけど、まあこれユニクロとかのね、インナーダウンとかでもできたりするので、別に真新しいわけじゃないんですけども、マウンテンジャケット系持ってはる方からしたら、まあ一応繋げることはできるよと。で、袖口もつなげれんことはないんやけども、この裏側にこの紐があって、それを通すのが逆のこっちにあるんですよ。紐がこっちにあるから通せないんですよね。なので、じゃあこれ逆にひっくり返したらいいやんと思ったんだけど、逆にひっくり返してみたらファスナーが次がワンクになってくるとかっていう、結構ややこしいことがあったりするので、ジップインジップはまあジップは噛み合うけど、ここは噛み合ってない状態なんで、まあこれはね、まあできないと思っていただいてもいいかなと思います。はい、そういったことでね、今回福袋を開封させていただきました。これ見た上でね、やっぱ福袋いいよね、買いに行きたいよねって思っていただいた方はね、行ったらいいですけども、1月だし、皆さん今家でゴロゴロしてるでしょ？このゴロゴロしてる時に、わざわざこのスタイルになりたくて買いに行くんやったらいいですけども、あ、やっぱり福袋ちょっと買おうかなと思ってたけど、やっぱやめとこうっていうところでね、皆さん自粛していただければいいじゃないかなと思います。まあこんなこと言ったら、生活ショップとかにめちゃくちゃ嫌な顔されるかもしれないですけど、まああくまで
いいものが詰まってるっていう風に服ってついたら見えるけども、あくまで余ってるものが詰め合わされてるので、もしかしたら一点一点見れば当たりかもしれんけど、これはまあそれやったら普通に買った方が当たりだよねっていうことなんで、撲滅委員会でね、副理事の方は皆さん募集してますし、撲滅委員会に入りたいという方もね、募集しておりますので、ぜひぜひお待ちしておりますということでした。でまあ今年もまた相変わらず、レビューとかいろいろさせていただきますので、もうすでに、ね、並行してね、あのアメリカ進出っていうのも、動いておりまして、まずは来月、ロサンゼルスから旅立っていって、いろいろちょっと現地の視察とかやっていこうと思ってますので、まだまだ今後ともよろしくお願いいたしますということで、本日はですね、福袋の中身開封してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。